豊橋市役所から重要なお知らせです。資源化センターの焼却炉3基のうち1基が故障により緊急停止しました。復旧までの間、家庭ゴミのすべてが処理しきれず、ゴミが溢れてしまう可能性があります。ゴミの分別にご協力をお願いします。こんにちは、未来創生戦略室の野口です。9月といえば秋、秋といえば食欲の秋、スポーツの秋、芸術の秋、いろいろな秋がありますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。それでは初めに幕末明治のドローン御雲亭定秀展の様子をご覧ください。豊橋市二川宿本陣資料館では現在、空飛ぶ浮世絵師として幕末から明治にかけて活躍した御雲亭定秀の浮世絵を集めた企画展、館蔵浮世絵展幕末明治のドローン御雲亭定秀展が開催されています。会場には東海道を中心とした定秀の風景画58点が展示されています。今回ご紹介する御雲亭定秀は幕末から明治にかけて活躍した浮世絵師です。歌川定秀とも呼ばれていました。定秀はですね、鳥観図を得意とした浮世絵師でありました。幕末からですね、明治にかけての東海道を描いた浮世絵師というと、皆さん広重ですとか北斎ですとかを思い浮かべると思われますけれども、定秀というですね、一風変わった浮世絵師がいるということを今回ご紹介したいと思っております。こちらの作品は文久3年1863年に14代将軍家茂が229年ぶりに京都へ上洛した時の様子を描いた作品になります。ちょうど江戸城を出てですね、日本橋の上を行列している将軍様の行列が描かれている作品であります。3枚続きの浮世絵版画でワイド版になっています。視覚効果を表した大変見応えのある作品となっています。こちらの作品は末広53次吉田です。定秀が描く吉田は広重などと同じように豊川と吉田城がセットになって描かれています。こうした定秀の作品の中で最も人気が高かったのは鳥観図でした。はい、こちらが京都の街並みを描いた、浮世絵版画になります。手前に山崎の風景が描かれて、それで中央部分に京都御所が描かれている作品になります。これらの作品はですね、江戸の人々にとって天皇がいる京都がどういった場所だったかということを、この6枚のワイド版で、表している大変貴重な浮世絵版画になります。はい、こちらが、大阪の街並みを描いた浮世絵版画になります。9枚続きといって超ワイド版な作品になります。もちろんですね、江戸時代の終わり頃にはですね、ヘリコプターやドローンなんかはありませんので、これは実際には見れない風景であったわけですけれども、作家のですね、いかにもイメージを膨らませてですね、多分空から見るとこういうふうに見えるんじゃないかという、想像をもとに描かれていたもので、見る人にとって、すごく興味をそそられた作品であったのではないかと思われます。豊橋市二川宿本陣資料館の御雲亭定秀展は9月24日までの開催です。また二川宿本陣資料館では10月6日土曜日から幕末明治の浮世絵探訪展を開催します。こちらもぜひご覧ください。まるでドローンを飛ばしたか、空飛ぶ鳥の目で見たかのような雄大な鳥観図でしたね。続いては小沢小学校で行われた小島なし皮むき大会の様子をご覧ください。
豊橋市立小沢小学校で9月5日水曜日、地元小島町の梨を使った皮むき大会が開かれました。この小島梨の皮むき大会は、子どもたちに刃物の正しい使い方を学んでもらおうと、平成10年から行われている小沢小学校の恒例行事です。今年度は剥いた皮の長さの記録に挑戦する部門と、上手に皮を剥く部門の2部門に分けて行われ、児童たちはそれぞれの目標に向かって皮剥きに取り掛かりました。今年初めて挑戦する1年生たちは、怪我をしないよう左手に軍手をはめて、ぎこちない手つきで小島梨を一生懸命剥いていました。一方、最後の大会となった6年生は、静まり返った教室の中、自分の最高記録を更新しようと真剣な表情で皮を剥いていました。制限時間45分の中で、児童たちは練習の成果を遺憾なく発揮している様子でした。今年の皮の長さを競う部門の学校チャンピオンは、5年生の金子いぶきさんが859センチを記録しました。去年より下がったのでちょっと悔しかったです。何メートルぐらいでした？去年は888センチでした。最後に各学年のチャンピオンが放送室に集合し、一言ずつ感想を述べました。また児童たちは皮むき大会で使用した梨を食べやすいサイズにカットして、そのみずみずしい味わいを堪能していました。梨のお味は？美味しい。甘いです。すごい。誰がみずみずしい？すごいみずみずしくて美味しいです。まず一つは、刃物を上手に使えるような子どもたちになってほしいという願い、それから小島の特徴である小島梨に愛着を持ってもらいたいという、そういった気持ちで行事が始まっています。夏休みに子どもたちが少しでも練習をして今日の大会に臨めるようにということで、大会を迎えています。毎年この大会に向けて、すごく集中して頑張っている子たちだもんですから、今日長さについて、いろんな毎年記録があるんですけども、それぞれ自分の目標に向かって頑張ってくれていると思いますので、記録についてはもちろん素晴らしいと思いますし、今後もまた頑張ってほしいなというふうに思っています。高学年にもなると手際よく皮を剥いていましたね。続いては学生が作る企業 PR デザインコンテストについてのお知らせです。豊橋市では地元企業の魅力を PR するチラシやポスター、ホームページなどのデザインを募集しています。対象は豊橋市内在住・在学または豊橋市出身の高校生、大学生、大学院生、専門学校生です。グループでの応募も可能です。申し込みは10月31日水曜日までに、応募書類などを豊橋市未来創生戦略室へご提出ください。応募要項はホームページなどで配布しています。また最優秀賞など各賞受賞者には賞金があります。豊橋市内には特色のある企業がいくつもあります。皆さんの力でその魅力を引き出してください。詳しくは豊橋市未来創生戦略室でお問い合わせください。皆さんの力作お待ちしています。さて、今週の豊橋ナウいかがでしたか？
来週もお楽しみに。続いては街角ネット田原です。